アーンシュとユーセフソンによるポントゥス・フューシテンベリーの肖像。フューシテンベリー夫妻の眠る墓は、イエーテボリにある。カールラーションによるフューシテンベリー家の壁画三部作の一点、新しい芸術。ポントゥス・フューシテンベリーは、スウェーデンのイエーテボリ氏の資産家である。彼は、画家のカールラーションやアンデシュ・ソーンらのパトロンでもあった。彼はまた、ソーンを通じて、画家、ブルーのリリエ・ホッシュも支援していた。 妻はイエーテルダで、1891年にラーションは、イエーテルダの肖像画を制作している。ポントゥスは、美術収集家でもあり、スウェーデンで最も多くのコレクションを所持していた。コレクションは、彼の死後、イエーテボーリ美術館が所有することとなり、美術館における19世紀北欧美術作品の中核を成している。ポントゥスはラーションに、 イエーテボリの自宅内に三副体のフレスコ壁画の製作を依頼した。1888年に完成したそのフューシテンベリー、家の壁画三部作、ロココレイノスサンズ、ヌチダコンスト芸術もイエーテボーリ美術館にある。ありがとうございます。